不正で調査する前に給付金を返せば上乗せは求めないということです。返還を受け付けていますので、一刻も早くご相談をいただきたいと思います。新型コロナ対策で中小企業などに最大200万円を支給する。持続化給付金をめぐっては30人以上が不正。受給で逮捕されていて、消費生活センターに返金したいなどの相談が相次いでいます。 経済産業省は不正の疑いで調査する前に返還した場合本来請求する2割相当の上乗せ額を求めないと発表しました誤って二重に受給した場合なども含め自主的な返還を促したい考えです。